の、はい、ちす久々の階,段動画です階段、<laughs> 階段動画はダメか、ホラーか、えー、階段で撮ってる動画ですね。で今回はですね、結構前からあのリクエストが来てたんですけどあの、部活を頑張ってた方、昨日か一昨日にあに甲子園のね、今年の夏の甲子園も中止っていう発表がありましたけど、例えば運動部の大会だ、インターハイもそうですね、大会とか、えーまあ、吹奏楽とかの、まあ、コンクールとか、発表会計も、 全部なくなくっっててしまっておそらくそこにものすごくそこがねもう学校生活の中心になっていった方もたくさんいらっしゃってで急に道がなくなるというか頑張るポイントがなくなるわけじゃないですかでそういった方からのこう相談とか何かメッセージを動画で撮ってほしいっていうの言われていてで迷ってたんですよずっと撮るかはなぜかっていうと自分がその経験をしていないのでなので自分が語ったところで言葉の重みもないですし と思ってたんですけどでも今日これを投稿してる時には終わってるんですが今日 TEDx っていうイベントで中高生とズームをつないでねそこで多分この話題をちょっと話してますもしそれを見てる方がいたら同じようなこと言ってるなと思うと思うんですけどでそこで話すと決めた時になら YouTube でも撮ろうとでまあねこう一方的な動画だからどう伝わるかはみんなで違うと思うし 話を聞いて逆にイラッとさせてしまう方もいるかもしれないけれどでも自分が何かを喋ることによって何かもうちょっと頑張ってみようかなってもうきっかけになるんであればいいかなと思って、まあ、こんな感じでね体の動画を撮ってますでですねまあ何が話せるかなって思った時にその自分は部活をこう一生懸命頑張すってたって部活ほとんどやってなかったのでだからそのみんなと同じ当事者の気持ちにはなれないんですけど同じような経験同じような経験っていうか なんか急にこうバサッて目の前を切られたっていう感覚になった経験って何度かあるんですけど一番大きなのはあれですね19か20歳の時に一回ちょっと大きな病気をしてて、まあ、入院してたんですよ。うん、でその時にまあ結果的にですねちょっと,、えー、と一生もう治ることがないっていう病気になっちゃってでまあ 今はなんか状態がだいぶいいので1年に1回こう経過観察みたいな感じでいるんでなんか別に薬を飲んでるとかはないんですけどでもその時まあ検査入院してさ沖縄検査してでまあ結果を聞きに行くじゃんその先生のところにでその先生がね割と若い先生で多分まだ30代半ばぐらいだと思うんだけどあの割とズバズバ言う先生だったの。でそのあなたはと ね、でこういう病気だとでもちろん初期段階なんでひどくはならないけど感知することがないまずそう今の医学では感知できないでその徐々に悪くなっていくからこうやって年を取るにつれてねそれを悪くならないようにしていかなきゃいけないみたいな話になったああそっかでもそれだけの将棋だったわけですよ一生治らんとでその後にそに解明されてないからはっきり言うと極端な言い方して申し訳ないけどみたいな前置きをされた上で いつ死ぬか分からない。もしかしたら明日急に死ぬかもしれない。みたいな話があったのね。あとは、その社会人って一応まあ65歳定年がね、65歳までなんて話があるんだけど、そこまで一般の人が働けるぐらいまでは、普通のようには働くことはできないかもしれないという話をされました。で、自分はですね、ものすごいショックで、で別に余命宣告とかをされてるわけではないのに、すごいショックで、なんか目の前がもうね、 分かっていつか人、俺がね、俺がってか、人が死ぬことなんで分かってるわけよ。それは分かってた。も,もちろん分かっていることだけど、19、20歳の俺にとっては、死なんて遠い先なわけよ。実感がない。だから、いつか死ぬんだろうなと思うけど、今の自分には関係ないみたいな。それが、急に目の前に死っていう選択肢がドーンって出てきたのね。で、別にさっきも言ったけど、別に余命宣告をされたわけではないわけだわ、冷静に考えれば。でも、俺にとっては余命宣告をされたぐらいのショックがあって、 あのー、あ、人みたいに働けないんだとか、その負の面、マイナスの面ばっかりがこうピックアップされちゃって、やさぐれたんだよね。ああ、俺もダメだ、みたいな。そう。で、ちょっといろんな人に当たってしま当たったというか、看護ちょっと入院ちょっと長かったんで、少しは長かった。まあ、ちょっと多少入院してたんで、看護師さんとか仲良かった人もいたから、すごい愚痴ってたりとか、ちょっと当たっちゃったりとか、そういうことがあったんだけど、 で、もちろんそれがね、今回のみんなの状況と似てるのかってちょっと無理やりかもしれん。無理やりかもしれないけど、それでもちょっとそれ、なんかつなげた上でちょっと話聞いて。でね。うんと、まあ、やさぐれた結果どう思ったかっていうと、至った結論としては、やれることってゼロじゃねえじゃんって思ったの。なんか目の前が死っていう選択肢が急にボンン出てきたけど、いや、死ぬわけじゃないっつって、今。で、働けなる,なるかもしれないと。 ね、そうって人一,一般の人みたいに体が動かなくなるかもしれないとなったけどでもできることゼロじゃねえとじゃあ俺さっつって,やさ,ぐてるやさぐれてる場合じゃねえよって思ったのね時間は限られてるそれを叩きつけられたけどでもそれは当たり前だったことよだから逆に考えるとその経験が良かったと思ってる今はね今は良かったと思っててそう思った時に時間を大事にしようって思ったんよ 自分ができること自分がこの人生でできることは何なのかなって,ってだから今回みんなに、まあ、送りたいって思ったのはみんなもね切り替えなきゃいけないっていうのは当然分かってると思う全ての人が分かってるそんなことはでもそれができなくてもがいてるわけじゃんかでその、まあ、スポーツがさもしかしたら今回の大会とか吹奏楽もそうね楽器とかもそうだけど今回のコンクールとか大会がもうこれが最後だとこれが終わったらもうしないってだから決めたかもしれないだからなんか不完全燃焼みたいな終わったかもしれない けれど、みんなの人生は続いていくんだ、これからまだ。長い、これからまだ先が。その人生の中で、何を、どこに力を注いでいくのかっていうのは、うん、見つけるのは今の自分にしかできないわけよ。と今の自分が、例えば何か情報を仕入れようと、動いて、自分が動いて、それの結果、変わっていくしかない。自分もちろん教育ってところを見つけるとか、そこでやっていくぞって思うまでは時間かかってるんだけど、でも、 ね、教育っていうところを見つけてここに一生ささげていくって言って今,今もやってるわけだしうんだからで今さっきも言ったけど振り返って時に今はありがたいと思ってるあの経験がいやなかった方がいいかもしれんねこれから先あともう今はさまだいいけどこれから年齢重ねてった時に辛い生活が始まるかもしれないこの先うんでもでもそれを含めても あの時ああいう経験をしてよかったと思うほどにその経験をプラスには変えれたと思ってる自分の中ではだからみんなもそうなってほしいそう今回のそういう辛い経験っていうか何ともこう歯がゆい経験っていうのを今すぐじゃなくていい、ね、半年かかるかもしれない1年もしくは3年5年かかるかもしれないでもいつか振り返った時にあの時ああいうことあの辛い経験があったからあそこで変わることができたって あそこで自分は一歩前に進めることができたっていう、そうなれる可能性はみんなに含まれてる。みんなに思ってる、それに関しては。だから、今すぐ焦らなくてもいいと思うんだけど、でも、変われるのは明日じゃなくて今日からだと思ってるので、ちょっとすでに、急いでいきなりダッシュしなくていいから、まずは一歩、一歩まず前に踏み出していってもらえたらと思います。 すいませんまとまりがない話になっちゃったんですが何か感じてもらえたら幸いです以上ですちょっと長くなりましたけどありがとうございました頑張りましょう